まこです。今日のまこチャンネルは DIY です。はい、今回作るのは綿菓子ランプです。はい、もう勝手に名前考えちゃいました。ちょうど部屋にランプが欲しいなと思って作ったんですけど、こちら、じゃん。その名の通り綿菓子みたいなランプになってます。でもこれはもういろいろもうほんまに考えて、でこの思いついたりして完成した時はもうすっごいテンションが上がって。なんか今までこういうランプもなかったし、ちょっと可愛いしいいかなと思います。よかったら皆さんもぜひ参考にしてみてください。用意するものと使ったものはこちらです。それではご覧ください。まこチャンネルスタート。では早速始めていきます。まずは LED ライトの部分にネイルを塗っていきます。他の部分も塗ったんですけど、こんな風に端の2つを残して、あとはこの出っ張った部分の先にネイルを塗っていきます。はい、こんな感じで 2,3 回ぐらい重ね塗りして、端っこをよくしてあげた方が後でライトをつけた時も綺麗に光ってくれます。そしたらそのままこのライトの部分を片方に上にまとめていきます。はい、こんな感じで色のついた LED ライトをまとめました。でこちらの色の塗ってない方はそのまま下に向けて一緒に合わせます。でこの状態でこういう風な、よくなんかプレゼントの袋とかについてるようなワイヤーで留めていきます。留めれるものだったら何でもいいです。はい、こんな感じで留めました。そしたら先にこちらに電池を入れていきたいと思います。はい、そしたら今度はこういう風なガラスの瓶に私はこの後ろにもう塗ってきたんですけど、ネイルをこんな風に塗りました。で、蓋は使いません。で、このガラスの入れ物にこういう風な石を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで入れました。そしたらここにこのさっきの紐で留めた LED ライトを入れていきます。この何もついてない方を下になんか刺すようにうまく入れていきます。はい、こんな感じで刺したら、上からまたこの線が見えないようにかぶせていきます。でもし入れにくいなと思ったら、少量ちょっとずつ入れて、先にワイヤーをこう LED を入れて、こう周りから足していく感じで入れていってもいいのかなとも思いました。なんかやりやすいやり方でやってみてください。でこれができたら今度はこのライトを広げていきます。今回は私ちょっと黄色とピンクと紫を使って塗ったので、ちょっといろんな色が重ならないように広げていきます。はい、大体で広げていきました。そしたらここに今度は綿を乗せていきます。はい、こんな感じで綿は大体の量でいいんですけど、ちょっとふわふわさせるように伸ばしていきます。こんな風に広げて、ちょっと綺麗な面になるようにしていきます。はい、こんな感じでちょっと丸くなるような形をイメージして広げました。そしたらこれをこのライトの上からかぶせます。あ、裏はちょっとへこんだ状態になっています。でこれをかぶせていきます。はい、そしたらこれをこんな風に持って輪ゴムで留めていきます。今こんな風に横なってるんですけど、ここに瓶のボコッとしているところがあるので、ここに一緒に輪ゴムで留めていきたいと思います。ちょっとここ難しいんですけど、やっていきたいと思います。はい、こんな感じでだいたい止まりました。そしたら形を整えていきます。はみ出た部分もできるだけちょっと上になるように、輪ゴムも外れないように上げていきます。はい、こんな感じでだいたい丸くなりました。そしたらこの輪ゴムを隠すように上から
こういう風なリボンで留めていきます。はい、こんな感じでリボン結べました。そしたら好きな長さで切っていきます。はい、切れました。これで完成です。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じでランプを作ってみました。はい、ちょっと名前つけて綿菓子ランプっていう風に言ったんですけど、こんな風に下にガラスを入れてライトを下向きに照らすことで、この底のピンクの色とガラスを綺麗に光らせてくれるのと、あとはやっぱりネイルで色付けした LED がこの綿のふわふわ感も可愛いし、この綿をカラフルにしてくれるのでとってもいいかなと思います。もう部屋に置いてるだけでも癒されるし、夜寝る時とかもいいぐらいの明かりでおすすめなので、ぜひ皆さんもよかったら試してみてください。僕も早速部屋に飾ろうと思います。はい、他にも池田真子のマクチャンネルでは毎週水曜日と土曜日にメイクや DIY などアップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今日は池田真子の DIY 綿菓子ランプでした。バイバイ。